皆さんこんにちは、かねです。先日こちらの動画で韓国の人気クレンジング比較動画っていうのを撮ったんですけど、今回はその中から使ってみて良かったクレンジングベスト3をご紹介していきたいと思います。3位はハクスリーのクレンジングジェル B クリーン B モイストです。メイク落としではなく洗顔の方になります。乾燥肌と敏感肌におすすめな保湿効果のあるマイルドなクレンジングジェルです。お肌に必要な水分を残しながら皮脂汚れとかをきちんと洗い流してくれて、でこのハクスリーといえばサボテンオイルだと思うんですけど、このねクレンジングジェルにも配合されていて、サボテンシードオイルがお肌に潤いを与えてくれるというものになります。質感はこんな感じで、ほんとオーソドックスなジェルタイプなんですけど、香りがハクスリーのいい香りがします。サボテンシードオイルとは日角差50度の過酷な環境で育つことができるくらい生命力があるらしくて、1リットルのうちわサボテン種子オイルを採取するのに100万個の種を必要とするらしくて、それくらい希少価値が高いオイルなんだそうです。で 61% のリノール酸が含まれてて、でそれがアルガンオイルよりも高い保湿力と、なんかね肌にスーッと馴染む軽いテクスチャーのオイルなんですけど、それがこのね洗顔になんと含まれてて、サボテンエキスとサボテンシードオイルの他に鎮静に特化したツボクサエキスとかヒアルロン酸も配合されていて、クレンジングにそんなに美容成分が入っているのってさすが韓国ならではだなって思いました。本当にね使用感もすごく好きなんですけど、なぜ1位でも2位でもなく3位なのかというと、ワンプッシュでちょっとしか出てこなくて、このね一回こう押し出した後戻ってくるスピードが遅くて、せっかちな私はなんか早くって思っちゃうから、そういった理由で3位にしました。あとはね洗顔なので他にねメイク落としが必要にはなるんですけど、今1月中旬なんですけど、やっぱ自粛中とかは外に出なかったりする時も多いので、そういう時はもうクレンジングなしでこの洗顔だけで夜済ませたりすることが多いです。続いて第2位はバニラコのクリーンイットゼロ、ダブル洗顔不要のバームタイプのクレンジングです。で、このクリーンイットゼロの意味を調べてみたら、メイク残りゼロ、老廃物ゼロ、ぬめりゼロ、刺激ゼロっていう意味のゼロなんだそうです。だからこうお肌に優しいよっていう。いいんですかね。これもね美容成分がいっぱい入っていて、まずはアセロラで、アセロラには豊富なビタミン A とビタミン C が入ってるらしいです。それからこれルイボスティーのルイボスかな、でルイボスには弾力ケア効果があるらしくて、カテキン成分が緑茶の50倍入っていて、お肌をリラックスさせてくれるらしいです。あとは竹、肌に豊富な水分を供給してくれて、老廃物をなんかこう効果的にケアしてくれるらしいです。それからアンジェリカっていう成分も入ってるらしくて、これは弾力と鎮静ケアらしいです。刺激を受けた肌を保護してクレンジング後に皮膚を鎮静してくれるよっていうものなんだそうなんですけど、落とせば落とすほど美肌になるらしいです。質感はこんな感じで、最初はシャーベット状なんですけど、自分の体温で溶けてオイルっぽく変わるんですね。でその後メイクになじませると乳化して白くなります。バームタイプなので洗顔比較動画撮った中ではやっぱり一番保湿力があったんだと思います。特に洗顔後の保湿力はナンバーワンかなと思いました。これが1位じゃない理由は、なんかこういうジャータイプね、お風呂場で使うと結構お水が入っちゃったりするので、なんかチューブとかなってくれたらなって個人的には思うんですけど、でもね製品のこの質感を考えたら、まあ、これしか無理だと思うので、惜しくも2位に選ばせていただきました。これなんか SNS で去年からまた再ブレイクぐらいしてると思うんですけど、本当に人気な理由がわかるなと思います。そして最後1位はこちら、クレアスのジェントルブラックディープクレンジングオイルです。結構他の動画でも最近これがめっちゃ好きって言ってると思うんですけど、小鼻の毛穴も一緒にケアできちゃうくらいディープなんですよ。成分的には肌の鎮静効果があるブラックビーンオイル、これ初めて聞いたんですけど、黒豆ってことなのかな、
今調べたら黒インゲン豆のことらしいです。それから抗酸化成分をたっぷり含んだブラックカラントシードオイルから抽出したビタミンとミネラルで天然オイルを豊富に含んでいるらしいです。でブラックカラントシードオイルってなんだろうと思ったらカシスのことらしいです。なのでカシスの種のオイルが入っているんですかね。洗顔比較動画の中でも多分唯一だったんじゃないかなと思うんですけど、ウォータープルーフのマスカラもスルンって落ちるんですよ。でも肌が赤くなっちゃったり刺激が強いわけでもなくて、でむしろ洗顔後はお肌が柔らかくなってしっとりする感じがあったんですね。質感はこんな感じで、オイルを手のひらにたっぷり出して手とお肌の間に軽くクッションを作るようなイメージでメイクとしっかりなじませて落とすんですけど、ゴワゴワしてた角質とか小鼻の汚れとかもしっかり落としてくれるので、これねすごい気に入っちゃいました。一応クレンジングと洗顔これ一つで大丈夫らしいんですけど、さっやっぱり洗い流したい人にはダブル洗顔してくださいって書いてありました。そんな感じでですね、なんか洗顔一つとってもこんなに美容成分がたくさん入ってるんだなっていうのが今回成分の効能とかを調べてみてすごく学びでした。なので今の段階でのおすすめのベスト3はこの3つなんですけど、まだまだ世の中にはたくさん洗顔もクレンジングもあると思うので、またねいいものに出会えたらシェアしていきたいと思います。ではこの動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタの方にもスキンケアとかコスメのレビューアップしているので、よかったら見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。